こんにちは、海保健太郎です。今日は事務所契約はもう古いかもしれない、エージェント契約を考えた方がいいんじゃないかっていうお話をしたいと思います。エージェント契約は何とは何かという話を先にして、事務所契約との違いとかですね、で、エージェント契約した場合のメリットとかデメリットについて今日は話したいと思います。闇雲に、自分の音楽活動を広げるためには、とにかく事務所とどっか契約しないとみたいな風に、考えて動く時代は僕はもう古いなと思っているので、この動画をぜひ最後まで見て、エージェント契約について、エージェント契約という選択肢について知ってください。では行きましょう。エージェント契約っていうのは、アーティストが音楽活動をするにあたって、音楽を作って演奏するっていう以外に、いろいろやんなきゃいけないことあるわけですよね、実際は。例えばいろんな宣伝の戦略を考えて、実際に広告を打ったりとか、そういうだけじゃなくてホームページを作るとか、じゃあレコーディング、じゃあライブハウスのブッキングとかスケジュール管理とか、とにかく音楽活動って意外と付随する事務作業っていうのがいっぱいあるわけじゃないですか。そういうのを誰か専門家にお金を払って頼む、要はアーティストが誰かを雇って、よし、あなたこういうことに詳しいんだったら、じゃあ僕の音楽活動のこれについて頼むわみたいな風に依頼してやってもらう、自分たちが雇って動いてもらうっていうのをエージェント契約と言います。だから、エージェントっていうのは実はいろんなパターンがあって、例えばライブのブッキングのスペシャリストみたいな感じで、ライブのブッキングをひたすらいい感じにやってくれる人みたいのもありえるし、例えばインターネット上の広告をどうやって管理したらいいのかっていうことについてめちゃくちゃ詳しいみたいなエージェントがいたりとか、あとは例えばじゃあ音楽業界とのいろんなパイプがすごくて、なんかこうタイアップの話とか美味しい提携の話みたいなやつを例えば持ってくるのが得意な話人がいたりとか、そういうのはすごいいろんなパターンがあると思うんですけど、あなた自身、要はアーティスト本人が、この人と組みたいなって思う人にお金を払ったりとか、あとはお金払うっていうだけじゃないですね、売り上げの何パーセント渡すからこういうこと一緒にやんないみたいな風に持ちかけるとか、そういうのでもいいんですけど、そういう風に雇っていくっていうのがエージェント契約ということです。これまでの事務所契約、要は事務所に所属するっていう選択と根本的に違う考え方なんですよね。ある意味では似てるんですよ、機能としては。つまり音楽を作るとか演奏するっていうこと以外の事務的なところを、事務所もやってくれる存在なわけですから、そういう意味ではアーティストと事務所の持つ役割っていうのは似てるんですけど、ただ何が根本的に違うかっていうと、事務所所属する場合はアーティストが雇われる側、雇ってもらう側なんですよね。つまり全てのお金は事務所に入ってきて、そこから給料とかの分配をもらうっていうのが原則になります。エージェント契約は逆なんですよね。アーティストに全てのお金が入ってきて、ありがとうって言ってエージェントにお金を分配する側、払う側がアーティストになってくる。これだけの違いでだいぶ大きな違いが起きるわけですね。メリットデメリットについてはこの後説明しようと思うんですが、実際このやり方は欧米ではかなり主流になってきています。有名なとこだとレディーガガとかがエージェントスタイルで成功したって言われてるのがすごく有名ですね。今となってはもう事務所契約よりも主流になってきてると言われています。じゃあそれについて詳しくメリットデメリット説明していきましょう。エージェント契約を選ぶメリットは大きく2つだと思っています。まず1つ目は、とにかく決定権があなたにあるっていうことです。最終決定権がアーティスト本人に全て保留されるってことなんですね。つまり誰かに言われて、お前こういう風に次のシングルは出せとか言われて嫌だなって思いながらやるとか、そういう心配は一切する必要はありません。お財布もあなたが握ってるし、最終決定権もあなたが握っているままなので、やりたくないことはやらずに済むし、誰かに何かを強制されることっていうのがとにかくないと、っていう意味でとにかくあなたの自由が保障されるんですね。あなたの選択の自由が保障されます。これはとっても大きなメリットだってことが一つわかると思います。お金に関してもあなたの自由で判断できるわけです。例えばこの人にお金払ってる、この値段払う価値ないな、次回からやめようみたいなこととかも自由に決めれるし、逆にここにはお金いっぱい使いたい、例えばミュージックビデオ、この曲のミュージックビデオにはお金いっぱい使いたいんだって思えば、もうあなたがやるって言ったら、もうそれはちゃんとお金が使えるわけです。事務所に所属してたら、いやちょっと今回のミュージックビデオにそんなに予算は出せませんみたいなこと言われて、クソってなる時がありえるわけですよね。だからその最終決定権を持ってるっていうのは、すごいメリットですよね。それが一つ目です。二つ目のメリットは、組む相手とか依頼する仕事内容っていうのが自由にコントロールできるっていうメリットです。要は事務所に所属していて、最終決定権を事務所に持たれている状態だと、例えば正直自分の好みドンピシャではないんだけど、今度の CD ジャケットのデザイナーはあの人に依頼することになったみたいなこととか、宣伝担当はちょっとあの人がつくことになっちゃった
みたいなこととか、まあ、そういうことが力学的にはありえるわけですよ。だけどエージェント契約だとあなたに最終決定権がありますので、あなたが組みたくない人に関してはもう全然組まなくていいわけですよね。だからもうその好きな人が選べるっていう意味でもそうだし、あとはここまでは自分でやりたいんだけどここからは人に任せたいと、これは僕結構好きだからこの作業は事務作業だけど自分でやりたいんですよ、あと音楽活動に関する ところだけどこれはちょっと僕苦手なんで誰かにお願いしたいんですよとか、そういうなんかどこまで自分がやってどこから人に任せるかっていうこと自体も自由にできるんですね。なので、まあ、あなたが日々やっていく作業内容自体が自由にカスタマイズできるっていうのもすごく強いメリットだと思います。デメリットは、まあ、分けると3つぐらいあるかなと思います。1つ目は、まあ、収入が不安定になる可能性があるっていうところですかね。事務所にがっつり所属して月給をもらってる場合だと、まあ、自由が利かないとは言いつつやっぱある程度安定収入をもらい続けてくることができるっていうのは、まあ、メリットではありますよね。やっぱ生活の基盤が安定します。もしあなたがエージェント契約をしてあなたが軸に動いてた時に、例えばじゃあ CD リリース、まあ、CD じゃなくてもいいんですけど、まあ、ストリーミングでじゃあ新曲リリースしました、全然思ったより売り上げ出なかったと、ライブツアーを組んだけど全然思ったよりチケットが売れませんでしたってなると、あなたの生活にダイレクトにバーンって影響が来ちゃう可能性があるんですよ。要は収入がすごい予想より少なくてこれしか入ってきてないのに、でも彼らにお金払ってあげなきゃいけないっていう責任はあなたにありますから、まあ、そういう意味では自分の生活をある程度犠牲にする羽目になっちゃったりとかっていうことはありえますよね。まあ、これはもちろん逆もあるんで、メリットと考えるかデメリットと考えるか一長一短なんですけど、まあ、もちろんだから思ったよりめちゃくちゃ売り上げ増えたって言ったらあなたが一番儲けるみたいなことができる可能性があるっていう意味では、まあ、メリットとも考えられるんですけど、単純に安定感がなくなるっていう意味ではデメリットと言えるかもしれません。2つ目、これは今の話にちょっと関連してるんですけど、あなたがそうやって、まあ、誰を雇うかとかお金をどうこうするかみたいなことをやっぱり完全に人に投げることはできないですよ。なぜならあなたが雇い主だから、あなたが経営者になってしまうんで、なのでそういう経営的なところを一切自分がしないっていうのはできなくなります。そういう意味では事務所に所属してるよりも完全に音楽に集中するっていうのは難しくなるかなっていう気がします。だそういう経営的なことをやるのも楽しいよって思える人だったらいいけど、まあ、そういうもう音楽以外のこと絶対やりたくないっていう感じだとちょっと向いてないかもしれません。3つ目はですね、強い政治力にあまり期待できないっていうことですね。まあ、どういうことかというと、エージェントとして動いてくれてる人たちっていうのは、まあ、小さい会社だったりとか個人フリーランスだったりします。なので大企業同士の付き合いみたいなところで決まってるような話に食い込んでいくっていうのは結構このスタイルだと、まあ、特に今の日本だと難しいんですよね。例えばあのアニメの主題歌がやりたいって言っても、あのアニメの主題歌はあの事務所に所属してるアーティストっていう風に決まってますんでとか、あのフェスに出演できるのはあのレーベルが出してるアーティストって決まってますんでみたいな、そのなんか結構大企業同士のがっちりとした取り組みとかで行われているところに個人でやってる人たちがガッて食い込んでいくっていうのは結構大変なので、まあ、そういう、まあ、政治力って僕は呼んでますけど、そういう関係性のところに、まあ、コネみたいなところに関してこうグイグイ入っていくっていうのが結構難しいかもしれないっていう風に感じます。ただもちろんタイアップとかが絶対無理だよってことを言ってるわけじゃなくて、もちろんその個人の、エージェントの人がそういうのをブッキングするのがすごい得意な人っていうのはもちろんいますので、まあ、そういう方をうまく雇うことができれば入っていくところもあると思いますので、まあ、その辺は選択次第かなと思います。はい、というわけで今日はエージェント契約について話してみました。あなたの音楽活動がですね、というかあなたのやりたいこと自体ですね、で、まあ、俺は事務所所属する方が向いてそうだなとか、私はエージェント契約の方が向いてそうだなっていうのがなんとなく方向性として考えられたら、まあ、より柔軟に音楽活動の将来を考えることができるんじゃないかと思います。エージェント契約したいなと思った時は、まあ、日本だとですねエージェントに特化してやってる会社っていうのがまだそんなに多くないんですけど、例えばガーベラミュージックエージェンシーとかそういう会社がやってますので、まあ、ホームページとか検索してみて問い合わせてみてもいいんじゃないかと思います。あとはあの表に意外と見えてないんですけど、結構その音楽事務所の人たちが最近は、まあ、実はあのアーティストはエージェント契約でやってんだよねみたいなことを結構実はやり始めてます。なので、まあ、表向きは事務所の所属アーティストっていう感じでパンパンパンって写真が並んでるけど、実はこの人とこの人とこの人はエージェント契約になってるとかっていうのも、まあ、結構最近増えてきてるので、意外とまあ音楽事務所でもエージェント契約にできませんかって言ってみたら、それもありだねっていう風に言ってくれる可能性もあるんで、まあ、そういう方向で探してくれるのもいいと思います。はい、この動画を通じてですね、あなたの音楽活動の将来が
より広がることを心より願っております。最後までご視聴ありがとうございました。役に立ったなと思ったら、まあ、いいねボタンを押したりとかですね、この動画をツイッターとかでシェアして、この動画めっちゃ勉強になったよとかいう風に、あと友達に LINE で送ってくれたりとか、音楽活動やってる友達に LINE で送ってくれたりとかしたら、もうめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひお願いします。というわけでまたお会いしましょう。